旧ハンター住宅は兵庫県神戸市名田区の王子動物園内にある偉人館。1889年頃の建立。1966年6月11日に国の重要文化財に指定されている。現存する偉人館の中では最大級であり、明治時代の最も優れた洋風建築の一つと評価されている。1889年頃、 ドイツ人のエグレッピーがイギリス人技師に依頼して現在の神戸外国クラブがある場所に建てたものとされている。1890年に建築届が出されている。設計者についてはエーヌハンセルとする説もあるが確証はない。1907年頃にイギリス人実業家エドワード・ハズレット・ハンターが購入し、 神戸市中央区北野町3丁目130番地に一区、改造した。ハンターは当時の日本で造船、鉄鋼などの事業を手掛け、日立造船の前身の会社を起こした人物である。住宅は一区時に大幅な改造が行われ、解放されていたベランダに当時貴重な窓ガラスが全面にはめ込まれ、現在の特徴的な外観となった。 その後1963年に北の町から王子動物園に移築され、国の重要文化財として保存処置が講じられている。北の町にはあり日の名残でハンターアザカという地名がある。1984年発行の郵便記念切手、近代洋風建築シリーズの図案になっている。住宅は南を正面とする2階建てで、西北宮に3階建ての洞屋が付属する。 この塔屋の1階部分に玄関を設け、そこから東西方向に廊下が伸び、廊下の南に3室が東西に並ぶ、片廊下式の間取りである。1階の3室は、書斎、応接室、食堂と名付けられているが、創建当時の各室の用途は不明である。1階の南側と東側は、菱格子を組み込んだ、ガラス戸で囲われたベランダとする。 南側ベランダには2箇所に土市部を設け、土市部の上にはペディメントを設ける。1階居室はベランダの土市部に対応する位置にベイウィンドウが張り出している。創建時にはベランダは開放で、居室のベイウィンドウが外に面していた。2階には4室があり、寝室3室と今として用いられていたと推定される。ありがとうございます。